高須克也、加山理香に警告、大村秀明リコール運動妨害で現在、加山理香さんや津田大介さんらが愛知県の大村秀明知事のリコール運動を妨害したとして刑事告発を受け、警察が捜査を進めている事件に関連して本日、高須委員長がツイッターにて加山さんに対しこのような発言をいたしました。せっかく、 告発済みだと教えてあげたのに罪を重ねている残念な方だとなっておりまして、えー、加山さんは、まあ、一般的な刑事告訴と刑事告発,告発の違いに基づいて、まあ、こういった発言をされているようでございますが、えー、さらにです、ねまあ、ご自身が何らかの圧力をかけられているように主張し、また、まあ、こういった刑事告発は相手を黙らせる狙いがあると主張されておりますので、 安倍政権下において繰り返されたおかしな市民団体の刑事告発の狙いというものも暴露されてしまっておりますが、香山さんはご自身が刑事告発を受けた署名運動妨害罪について、まあ、どういった構成要件で成立するのか、未だに理解されていない模様です。署名運動妨害罪は、地方自治法第74条の4に規定されており、 署名権者または署名運動者に対し暴行もしくは威力を加え、またはこれをかどわかしたときとされており、まあ、こちら、署名権者ですね、まあ、署名をしようとしていた方々や、署名運動に参加されている方々に対して、加山里香さんらが署名運動に参加することによって、何らかの不利益を被るかもしれないと主張し、 署名運動が妨害されたとして刑事告発されておりますが、リコール運動側から見れば、署名権者、署名をしようとしていた方々は完全に第三者でございますので、刑事告発を行うのは当然なんじゃないでしょうか。香山さん、この署名運動妨害罪について、 まずはしっかりとした弁護士に相談をしていただき、これ以上ですね、墓穴を掘るかのような暴言を繰り返されないように注意していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。